あの優先順位はやっぱり自分の姿勢っていうのは大事なんでね。そして相手にあんまり関わらないで自分がやるっていう、そういう形だと思うんですよね。で、相手に関係なくて自分でやるって、そういう感じだと思います。じゃあやりましょう。相手にこの人いろいろ取りに来るんだけど、相手にあんまりこだわってないっていうかな。で、いろいろ人によっては取りに来るかと違うんだけど、あんまりこの彼にとらわれてないで、自分がこう安定してるって、で感づいてるって、ここね、感づいてる、そういうことが大事だと思います。じゃあやりましょう。こう取りに来るんだけどね、受け身取りに来てるわけじゃないわけで、彼待ってりゃボカって来るので、みんな受け身取りに来てくれるんだと思ってんだけどね、本当は取りに来る時にやられちゃって、あ、ここにいたらやばいの、だから線外してそういうことが優先なのだ。ここでこう形よくやってたらやられちゃうんだよね。こう気づいて、彼に気づいてなかったら、だから気づいてるってのはもう基本だから、戦いをやってると思ってた方がいいので、彼が取りに来るってことは次の手、次の膝、そういうことを注視してるってことね。だそれを止めたいの、止めたいからこういうふうに入ったっていう、そういうふうにやってる風に、だから取られてからこうやってやって、どうやってやってうまくやったらここ彼のこう引っ張ってくるのね、こういう止められますかっていうことじゃなくて、こう取りきてんだから、でどういう格好でもいいから自分が安定してて、その方が勝ちなの。自分が安定してて、で彼は不安定の方が勝ちなんだね。だからいい格好やる前に、その彼は取りに来て待ってりゃ来るんだってことをやっぱり気づいてないとまずいのね。だからこう来て、ああ来た、やばいんだから、やばいからこういうふうに入って、なんかこうやってやるとかね、そういうことで、担当持ってきてもらったから、担当、こう担当があれば話は別よ。こうやって来てこうやってやれば彼やっつけれるの。刃物だからね、刃物、こうやって来て、こうやってやれば全然安心だから、鳥の人がこういうの持ってると思って、彼は何持ってるか分かんないので、彼は来てんだけど、取りに来たってことは引っ張り込んでボカってこの手使ってくるとか、そういうことなんだけど、要はこういうね、そういう受けの人が持ってるっていう、そういうつもりでやってほしいのよ、こういうふうに。そういうつもりで、自分がそういうこういうの持ってるっていう、そういうつもりで、だからこう来た時にもこう持ってるんだっていう、そういうつもり、ここ持ってるっていうつもりね。そしてこういうふうに入ってるだから、なんていうのかな、ちょっと持って、鳥の人が持ってこういうやってみたいと思いますけど、こう安定してるってことね。安定してこれが一番大事だから、一番大事なんだから二番目じゃないの、一番大事なの。命を守るってのは一番大事、死んじゃったらそれで終わりなんだから、だからこうやってやって命を守、自分の命を守ってんの。そして足が自由だったらこうさよならって、そういうふうにできるってことね。そういうこと。それでこう持って、鳥の人が持って、でちょっとやってみましょう。どうぞ。スッて刺す。ここにいたんじゃやられちゃうんだよね。これ外れてきたらこうやって持ち帰ることも自由なの。だから本当はこの手を取り、こうやって抜いてくるのを取りたかったら、ここにいちゃいけないの。こっち線を外してんの。この刃物の線、この線外して横から取ってんの。だからこういう技が成り立つの。こういう正面から持ってたら、例えばこういう正面から持ってたらね、
成り立たないんだよ。まあそういうこういう正面から持ってきた人がいてもやれるようにはしてるんだけど、成り立ちとしてはこういう線を外してこういうふうに持ってるの。こう抜かれちゃ嫌だから、抜かれちゃ嫌だから、こう抜かないために持ってるので抜かないなんていうの、こう正面から来ても抜かないようにしてるの。こうね抜かないように、そういうだからこういうふうにほら抜いてこういうふうにブジュって、だから線外してるってことね。だ受けのためにこれ持たしたの、持ってもらったの。あの鳥の人がこうやってあちゃーこうやって正面から押さえてきたらおかしいの。だから本当はこの線を外してこっちから、そうこっちから、だからこういうふうにやってんのね。そういうふうにやってほしいんだよね。で今度受け身の人が持ってこう差し、あっとやばいって、こういうふうにやばいんだから、やばいんだから、ここ刃物なんだから、相手やばいんだ、一番これ刃物や一番やばい、その次やばいのはこうやってこういう足だから線を外してあやばいって、それで後ろからさよならって、そういうふうにしたいの本当はね。あの受け身の人はだから ここにいたらやられちゃう、いくら止めても次が来るからいくら止めてもダメだから、こうやって外してこうやって外してんの、だからこういうふうに入ってるだ、そういうふうにやってほしいね。でまあこれ持ってもいいし持たなくてもいいけど、こういう足自由に動いてこういうふうに線を外してこうね、これで刃物だからね、やばいの、これ刺されたらこうやっていつも刺そうと思ってんだから、こういうとこいたらやられちゃうのだから、やばいなって、こうやばいなって、この肘を殺して刃物は使えないように、そしてそれでこういうふうに出してるのね、こういうふうに。だからいつも刃物持ってると思って、鳥の人も受けの人もそう。まあじゃあそれで小投げって形があるから、小投げをやる人が持ってでついてきて、そして何かやったのね、こう何かやったの。でもそれはどっちでもいいの。だから鳥の人がついてくる、あやばいなって、こういうふうにほら、あやばいってこうね、やばいってこういうふうに。でここに行ったらやられちゃうんだから、ここにこの刃物に行ったらやられちゃう、これ見ててこうやってこう止めたいけどもらっちゃったの。だからダメなのね。だからいつも自分が安定して彼が不安定っていうふうにやりたいわけで、鳥の人も受けの人もそういうことを念頭に置いとかないとダメ。2発目が来るんだってことを鳥の人も受けの人も考えてるって、そういうことが大事。そうじゃないと稽古にならないから、ここに行っちゃったら次忘れて、ここ行っちゃったら来ちゃうんだから、だから必ず来てここは関係ないっていうふうにしときたいの。でも帰ってこういうふうに来るよね、だからこういうふうに押さえてんの、押さえてて本当はこっち7割こっち3割ぐらい、そういうふうにやりたいので、鳥の人も受けの人、鳥の人だだ俺が鳥だったとしたらこうやって来て、そしてほらこの時手殺してんの、そしてこうに来てもいいけどこういうふうに入ってもいい、で足が自由、体が自由っていうふうにやりたいわけで、そういうことを主にしとかないと、あの技に走っちゃってダメなんですよ。こうやってやってこうやってダメなんだから、これあのそうだから技に走らないってことね、技に走らないで自分の安全を考えてるってこと、鳥の人も受けの人もそういうことを考えてでやってほしいんだよね。だからあのこうやって刃物当たらない位置でさよならでもいい、どうでもいいんだけど、まあいずれにしてもこうね、こうそしてこう、ここ見てないよ、ここ。ここ、来たら中心に来てんの。そしてほら、手なんかどうでもいいの。重心もらっちゃってっから、ほら。ここなんか、こうやってやってないの。
いいのこれ、ほらほらほら、重心もらっちゃってんだから、それはボカってこうやればいいんだよね。でここに来てたらやられちゃうってこと。だから鳥の人も受けの人も、だから鳥の人がこうやって持ってきたら、持ってきて稽古やってんだったら、受けの人がこういうね、こう来てる来てる、ここ押さえてるよ、押さえてるけど、ここを重要視してないってこと。こっち重要視してるので、こうは来た、こっちの方が重要、これは関係ないの、これこっちの方が重要視。そういうふうに、じゃあ受けと取りと交代して刃物使って、刃物はやばいんだけど、やばいのは二の手もやばい、三の手もやばいってこと。そういうことでよく考えて、じゃあ少しやりましょう。転換と同じなんですよ。転換の時もこういうふうに来た時に関係ねえよって言ってんのと同じなの。そして自分ができること、自分が安定してることが大事。これ刃物に来いって言ってんだから、フォーカスしろって言ってんの。フォーカスした瞬間にやられちゃうの。だからフォーカスしないで、俺は関係ねえよ、関係ねえで、自分の安定してるのが一番大事なの。 だからこういうとこ行ったらやられちゃうの。だから標的見せて撃たせてんだけどね、撃たせてない、標的外したの。そしたらもうこう自分使えるところを使ってほしいの。安定してるのが大事なの。自分が安定してる、こういうところ行くことじゃないの。こう立ち取りの稽古をやってるわけ、立ち取りじゃない、あの審査の稽古じゃない、審査の稽古じゃないんだから、いかに自由に転換できますか、感づいてますか、相手の出ることを感づいてますかっていうことをやってるってことはね、これ刃物持ってても同じだから、そういうことにフォーカスしてほしいってこと。自分がやばいんだよって、そういうことに気づいてほしいってこと。だからそういうふうにやってんの。だからこう来たらこうやりたいのは山々なんだけど、やりたいのはこうやっつけたいのは山々、ここの手ね。でもやっつけに行っちゃったらやられちゃうんだから自分が安定してることが大事だから、こうに来たら、あ、やばいなーって、やばいなーって、そういうふうに思ってんの。だから それが大事なんだよね。そのやばいんだよ、こういうところが大事なんだよ。こういう相手の方がここは大事じゃないの。だそういうこと言ってんので、あのできるんだったらこう形よくね、こういうふうにやって、こういうふうにやってもいいんだけどね、こうやって外れてきてもいいんだけど、でも僕がフォーカスしてるのはここじゃなくて、こっちこの重心、ここは関係ないの、ここ関係ないの、こう、ね、関係ないの、ここ関係ないじゃないですか。そういうふうにやってほしいんだよね。あの自分のヤバさって、いや自分が 身があるからヤバいんだけど、あの命が一番大事だからっていうことなのね。 だからそのとここは来いって言って、藤井さんは来いって言ってんだけど、来いって言ってそれ関係ねえの。だからこうやって来て、そしたらこうやって受けてんだよね、こうやって受けてんだよね。でこうやってやばいよってこういうふうにやってんので、本体もらってんの。本体ここは来てないよ。そう、同じこと言ってね。それでこういう刃物持ってんの、刃物持って稽古してんの。それに気づいてほしいから、じゃないと合気道のテクニックでこういう四方投げやって、こう四方投げに偏っちゃうから、こうじゃなくて四方投げやるのは自分が安定してて、相手が崩れちゃって、そして自分が安定してる、そしてこういうふうにできるっていう、そういう話だからね。そういう一つの方法として四方投げっていう形があって、四方投げの稽古するのにもこういうところをどうやってやっつけるかっていうことを稽古してると、そういうふうになっちゃうから、じゃなくてこう離れてこうやって落としてもいいんだよね。でこうやって曲がってるから、こうやって入ってきてもいいんだよね。
そういう話だから、小投げの稽古もそういう話で、今度入り身投げね、入り身投げこう、こうで逃げて、さよならで、刺されたらやばい、起きた、やばい、ちょっとこうね、こう来たらサーバーが行ってきて、こう来て、こうで、自分がうまく立ち回るってこと、うまく、じゃあ入り身投げでちょっと形でこう刺してみて、立ちっていうのはいろいろあって、そういう入り身投げだったね、こういう入り身投げでも、この歯が嫌だとか、この手が嫌だとか、足が嫌だとかって思うと、形通りうまくさばいてくれば、形通りこういうふうにね、こう使えないで、この手も使えないでうまくできるって、そういう話だからね、あんまりだからといって、こういうところをこうやって落として、まあ、彼女を崩そうと思って、ここを手を寄り所にして、こうやってやってたら、ここを寄り所にして、相手は寄り所で感じてるんだからね、こうやって例えばこうやって落としてきたら、寄り所でやっつけちゃうよって、そういうふうになっちゃうわけだから、寄り所しないことも大事なの。こう落とさないでね、だから自分が通り抜けたら自然とこういうふうに落ちてきた、それでこういうふうに来たって、そういうふうにやりたいわけで、重心だから、それからここ離れてたら、ここ離れてたらやられちゃうから、なるべく近く、こう近い、体側に近い、体に近い、そう重心使えるからね、こういうふうに離れてたらやられちゃうの。あ、やられ、起きてきちゃうの。だから下にこういうふうにこう つけてんの、へそに。そうすると自分の体重が使えるじゃん。で、痛くしたくれたら、こうやってギャッてやれば痛くなる。あーってやれば痛くなっちゃう。で、そういう話なんだよね。こういうふうに近っ。こんな何にもしてないよね、ここはね。ここは。痛くしようとしてない。ただ彼女の、何にもしてないの。ほら。何にもしてないでも、こう自分が動くと1でこういうふうに。こういうふうになってるって、そういう話だから、あんまりそういうフォーカスしないっていうか、その要はよりどころ、そういう原理っていうのがあって、その遠くでやらないとか、体側に近いとか、そういうことの原理をいろいろ経験上、いろいろ歩いたりなんかして、まあ、稽古しながらとかで、四方投げとかやりながらとか、だけどその一番大事なのは、そこに行かないっていうことなのね。で、自分が自由で、相手が不自由でもどうでもいいんだけど、相手をなるべく、自分がなるべく自由にしたいっていう、そういう話で、そういうところに行かないっていうこと、こう打ってきたところに行かない。例えばこうやって打ってきた、あーってやったら、ここ居ついちゃってんだから、これ居ついちゃって、向こうへ行かない、いや、押したら向こうへ下がっちゃうの、彼女は。下がっちゃう。どうしようもないんだよね。で、一歩下がってブサッと刺されちゃったら終わっちゃうの。だから、こういうところ行っちゃったら損しちゃうの。だから、ね、行くんだったら話してた方がいいの。話して。こういうふうに。行くんだったらだよ。だから、まあ、一挙でもそう、上がった時にこういうふうに出てくる。そうすると、ほら、これは全然、ここに手に行っちゃったら、こうなっちゃう。だから、重心の方もらってんの。重心の方。だから、全然自分は、何もこんなとこやってないの。そういうふうにやってほしいんだよね。で、まあ、たまたまこういうの持ってもらったんだけど、打って、こう標的見せないと、初めにこう上がってくる前に逃げちゃったら、追っかけてくるから、彼女ね。だから標的を見せて、あーって来た時にこういうふうに出てくるって、そういう話ね。じゃあ一挙でやろうかな。一挙でこうやって標的から、そう出てきた時にこういうもらってるって、そういう感じね。こう打ってきた時に、ここに行かないで、ここに行った瞬間にやられちゃうから、
肘膝、そうそう、来るからね、ここに来て、ここに上がった瞬間に、上がった瞬間にここ来てる、中心に来てる、上がった瞬間に中心に来てる、そしてこう、そういう感じね。で場所を奪う。じゃあこの担当持ってもいいや。じゃあやりましょう。原理っていろいろあるんですよね。そしてこうやってこうやってこうやって来たら、こうやって来たら、こうやって来たら、こうやって反発、彼が落ちてくるの、彼女が落ちてくるのに反発してやるのはすごい馬鹿げてるの。だからこれ加速してるの、こう加速、こういうふうに加速、加速っていうのはアクセラレートしてるのだから全てそうなの。そして一番いいのはここに入って、ここに入ってくるのが一番いいんだよ、こうやって。でもこうやって止めた瞬間にやられちゃうから、だからやられんだったら落ちてきたの加速して内側に入った方がいい、そういう話ね。で入れないんだったら、入れないんだったらこう止めとくのはまずいから、やられちゃうから、いや自分の身の安全のためにこれやられないように、ほら逃げて、逃げてるの、逃げてるの何しろ加速するってこと。加速、加速じゃないと止めたら反発したり、止めたりしたらやられちゃうってこと。だから加速しかないの、加速しか、加速しかないの。だから入って加速できるんだったらいいよ、加速できるんだったらこう内側に入ってもいい、それから外側に入るんだったら外側に入ってもいい。でも加速してるの止めるのは一つもないから、止めるのは一つもない、やられちゃうからね。だから加速、加速してんの。だからこういうふうに、ほら後ろ取ってくれば小手返しだし、加速して、加速してるからこういうふうにできる、四方投げもできる、加速してるから、加速してるから小手返しもできる、加速してるからこういう気もできる、加速してるんだよみんな。加速、止めるのは一個もないじゃない、ないじゃないですか。だから加速してるってことね。加速、上げて加速してるの、こういうふうに加速してるの、こういうふうにじゃあそれを考えて、加速するってことをもう一回考え直して、止めるっていうのはダメだから、ダメってのはダメだから、だから止めないで加速するってこと、それを考えてもう一回じゃあやりましょう。いろんな好きなことやってください。加速って言いましたけど、加速は2つあって、こういうふうに打ってくるね、打ってくる。で加速するときに、加速するのにこういうふうに落ちてきちゃったら、加速はこうしかないの、こういう方向、落ちてきちゃったらこういう方向で、彼女が決断してこういうふうに上がってきた時だったら、上がってきた時だったらこう上がってくんだよね。だからこういうふうに加速するとこういうふうに入ってる、これが線なの。だから落ちてきたらこれ5なの、5 これから線はできないから、これはできないから、彼女は後ろ下がっちゃうとかね、そういうことしかできないので、僕はこれはできないの、だからこれはこういう方向しかないの、こういう方向しかないということは、こういうふうに入れ替わってこういうふうに加速してんの。でこう上がっ、線だから、線だからこういうふうに上がってくるから、こういうふうに加速してる、こういうふうに加速する、この2つあるからね。だから線と5の話で、みんなそのなんていうか、五分五分でやってるからね、五分五分ってのはこう来て、ここで五分五分じゃなくて、線だとか5だとかっていうのを考えてほしいの。線だったら上がってきた時にこういうふうに、五分五分だったら、五分五分だったらどっちでもいいんだけど、まあ五分五分だったら裏だね、裏、もう五分五分やられるかもしれないし、やっつけるかもしれない、この手、この手だから、五分五分だったらこの線を逃れてこういうふうに加速してる方がいいかもしれない。表に入っていくのはだから線しかないってこと、あの線しかない。だからこういうふうに入って上がってきたらね、線
何しろ加速なんですよ。加速、こう後ろ入ってきたらこう加速してるからこうね、そういう話ね。じゃあその先頭の話と共通してるけど、そういう話だから、あの加速するってこと、加速、何でもそう。これも加速で、こうやってやったら詰めちゃうことな。これ加速じゃないから、これ加速じゃ、ブレーキだから、ブレーキと加速っていうのはだいぶ違うんだよね。で加速っていうのはこういうふうに、こういうふうに来て、こういうふうに来たの、方向転換してるだけ。大丈夫、こういうふうに来たの加速。これはブレーキ、これ加速だから、これ加速だからね、こうそういうふうに加速とブレーキの違いっていうのはすごい大事だから、それをよく考えて、反発すると抵抗っていうかな、その反発に打ち勝つだけの力があればいいんだけど、反発されると勝てないですよね。だから反発されないで加速する方が楽なのはずなんですよ。だから加速するには力が必要、力が抜いてないとダメ。相手の力の方向は分からないから、キャーって硬くなってると。だから力抜いてこうね、こう反発は、こういうふうに、そういうアクセプトするっていうかな、相手の力をそういうふうに利用するには力を抜いてるっていうことが大事だと思います。で反発なるべくしないで、人に反発してたらぶつかるし、だからなるべく加速の方がいいんですよね。で加速するように練習して、加速、なるべく加速を求めるっていう感じ。じゃあ終わりましょう。